どうも、愛知です。昨日7月7日の七夕にですね、Google さんに声をかけていただきまして、あるイベントに参加してきました。で、そちらが YouTube for School、学校教育と YouTube というイベントで、これ何かっていうと、実際に学校で働いている先生ね、先生が集まっていただいて、先生方の前でこういうことをやってますっていう活動を、まあ、プレゼンというかね、こう紹介するっていう。で、その後に先生からいただいた質問に答えたりとか、あとは交流会でね、いろいろお話をさせていただくという会に参加させていただきました。だからね、めちゃくちゃ有意義な時間だったんですけど、その事前にですね、質問をいただいてたんですよ。ハイチに聞きたいことありますかみたいな。で、結構いただいてて。で、その会の中でもいくつか答えたんですけど、時間の関係上本当に答えきれなくて、なのでせっかくなんでいただいたものだしね、ここである程度ちょっと答えていこうかと思います。で、今回答えていくのがこちら。結構あるでしょ。で、これを順々に答えていきます。今回動画が長いので、コメント欄の一番上、固定コメントのところに、まあ、目次というか、何分何秒にどの質問に答え始めましたみたいなちょっと書いておこうと思いますので、まあ、そちら参考にしてもらって、気になるやつだけでもぜひね見てみてください。では頑張って答えていきますよ。それでは行ってみよう。一本の動画にかける時間、やっぱり専門科目、自分が専門の数学だったら、まあ多少短くはなりますし、専門外のものはやっぱり長くなります。で、今はまあ高校数学を取ってるんですけど、まあ高校数学もね、結構復習して勉強しなきゃいけないので、かなり問題を演習を解くんですよ。問題を解いて、その中からこういう組み合わせで動画を撮ると、見てくれてるみんなが分かりやすいというか、頭に入ってきやすいかなっていう、そのパズルみたいな感じで組み立てるんですね。なので、自分が勉強する、板書案を作る、で、まあ、板書案を作って自分のその、なんだろう、台本じゃないけど、それを考える、板書を書く、撮影する、で、授業動画は編集が入らないので、編集ないんですけど、で、投稿すると。一連の流れが終わるまで、まあ、数学であっても、まあ、3時間とか、ですからね、2、3時間かなと、よくて2、3時間だと思います。で、今まで一番長かったのは、社会の歴史ですね。歴史はですね、NG を出すと全部書き直しっていう地獄の時間が待っていて、で、11行、12行で全部詰まってるんですけど、社会の動画ってね、中学生の。あれは1個書くのがめちゃくちゃかかるんですよ、時間が。それなので、一回ね、あれね、なんだっけな、5NG か 6NG ぐらい出したんですよ。同じ1本で取れなくてもめちゃくちゃイライラしてたんだけど、取れなくてさ。それが一番長かったのが半日ぐらいかかったのもありましたけど、まあ、平均は多分3時間ぐらいだと思います。自分の動画はですね、基本的に15分以内に収まるように作っているんですが、まあコンパクトな動画というか、15分以内に収めるための工夫として主に2つです。で、1個はまず欲張らないこと。一つの動画の中にいろんな知識を入れたくなるんですよ。で、いろんなことをこの一本の動画で覚えてほしいっていう思いはあるんですけど、特に自分は基本的な、基礎的な動画を撮ることが多いので、勉強が苦手な子たちがもし見た時に、いろんな知識が入ってたら、結局どれが大事だったのか伝わらなくて、いっぱい伝えすぎて何も残らないっていうことがザラに起こるんですね。これはまあ塾講師の時の経験ですごくそれは思ってる。だから、こちらの感覚、物差しで測るんじゃなくて、まあ、勉強が苦手な、まあ、自分が塾講師で担当してた子たちをイメージして、あの子たちの物差しで測るっていう。つまり欲張らないようにしていくっていうのがまず1個。そして2つ目が、そぎ落としです。これがまあすごく難しいところではあるんですが、何をそぎ落とすのか。授業を1本こうやって喋ろうと思った時に、これだとじゃあ20分になってしまう。じゃあ5分分どこをそぎ落として大丈夫なのかっていうのを、まあ精査するというか、そこを考えていく作業。それがすごく時間かかるところではあるんですけど、で、自分の動画の中では一番そぎ落とす部分は概念形成です。例えば数学でこういう公式がありますと、なんでそうなるんですかみたいな部分はほぼ話しません。で、まあ、それによってね、そういうとこもちゃんとやれよっておっしゃる先生方もいらっしゃるのは事実なんですが、それやると長くなっちゃうんですよ。で、自分のその動画コンセプトってやっぱずれてしまうので、子供たちって、その、興味を持って勉強ができるようになる子ももちろんいるとは思うんですけど、逆のがやっぱ多いと思ってて。勉強ができるというか、その科目が、問題が解ける。自分の中である程度得意意識ができてから、あ、じゃあこれってどうな、なんでこうなるんだろうって興味が湧いてくる。でも、子供たちって興味を持ったら自分で調べられるので、もう今の時代特にネットがあるから、調べられるので、そこは自分が解けるっていう経験、できるっていう経験、テストで得点が上がるっていうプラスの経験をさせてあげる方が、動画としての役割が自分はあると思っているので、まあそういったことをそぎ落とす。で、特に専門が数学だといろんなこと話したくなるんですけど、
その、まあ、話すべきことは話します。話しますが、これはいらないだろうと。例えば全部話すことなんかピックアップした時に10個あったら、いや、これはいい。これも消しとこう。話したいけど、これもやめとこう。みたいな感じで、そぎ落としていって、本当に伝えたいことだけ。いっぱい伝えるんじゃなくて、この動画で何を覚えて欲しかったのか、何ができるようになって欲しかったのかっていうところを、しっかりこう、そぎ落としていって、考えていくことによって、結果的に今、コンパクトな動画になっているのかなと思っております。苦労話。そうですね。このトピックだけでおそらく1時間以上ダラダラと話せるんじゃないかなという感じです。まあ活動も8年目になったので、この活動いろいろあったんですが、そうですね、まあ代表的な一つをお伝えさせていただくと、目の前に子供たちがいません。なのでリアルな反応がわからないんですよ。まあ受講師やってる時っていうのは、例えば自分がこう説明をしますよね。その時に子供たちの表情を見てれば、今の自分の説明が伝わってないというか、刺さってないっていうのは、まあ表情でわかるじゃないですか。じゃあ、この説明の仕方はこの子に刺さらないから、違う角度、この違う角度の説明でもう一回トライしてみようとか、で臨機応変にね、対応することができるんですけど、まあそれができません。一方通行なんで。で、教え方っていうのにベストはないと思うんですよ。常にいろんな先生がベターなやり方、もっといいもの、もっといいもの、ベターなものをっていう風に工夫をしやされてると思うんですが、まあ自分、例えば自分がやった時に、動画投稿は投稿してみないとわからないんですよ。どれぐらいの子供たちに伝わるかっていうのは。自分にとってベターだと思って撮ったものが、実際にやってみたら子供たちにとっては100人いて30人ぐらいしか伝わらなかったってことも起こるわけですよね。で、まあそういった失敗もやっぱり多いので、そこはやっぱり苦労するところだと思います。でも、苦労するとこではあるんですけど、まあ、ちょっと違う面から見れば、だからこそ面白いんだと思うんですよ。ベストがあっても、こういう風に喋ればいいよって決まってたら、自分はつまんないと思うので、だからこそいろんな先生がいろんな説明の仕方で、これからもね、こう動画が増えていったらいいななんて思ってはいるんですが、まあ苦労していることとしては、そんなところだと思っております。きっかけですね。なんで動画投稿しようと思ったかってとこなんですが、まあ、これ特にね、自分の有酸の子たちはもう耳にタコができるくらい多分聞いてると思うんですけど、もともと塾講師をやっててですね、その所得格差を目の当たりにすることが多かったんです。自分は個別指導塾に通ってたんですけど、もともと自分が進学塾に行ったことがなくて、で、塾に勤め始めてから月謝の、まあ、実情というか知ったんですよ。で、まあ、正直思ったのはこんなにかかるんだと思いました。え、こんな高いの？で本当素直に思いましたし、え、これに夏期講習プラスですかみたいな状況だったんですね。で、まあ仕事なんでもちろん普通にちゃんと勤めるし、仕事も全うするし、売り上げも上げていくわけですけど、でもそのまあ友達とかを誘ってもらった時に通えないっていう、その月謝が払えないっていうご家庭は自分の目の前でもありましたし、聞いた話もいっぱいあるんです。他の塾さんでもそうですけど。ってことは、やっぱり、保護者の方の所得格差があるのはしょうがないことです。いろんな職業があるので、しょうがないんですけど、でも、所得格差が、子供たちが選べる教育の差に直結してるんだなっていうのをすごく思ったんですね。この子はこの塾選べます。この子はこの塾選べませんっていう。それなんとかできないかなってすごく思ってたんです。働きながら。で、まあ、独立というか、塾を辞めて、独立した後に、たまたま YouTube、その当時好きだったんですよね。ヒカキンさんがすごい好きで、ボイバ見るのが好きで、で、ボイバ見てる時に、あれって、ここに、授業の動画投稿したら誰でも見れるじゃん。で、YouTube はすごく登録がしなくていいので、アカウント作んなくても見れるから、え、ってことは子供たちいつでも見れるんじゃない？と思って、それが2012年の5月31日。で、思い立った翌日の6月1日に、指令からホワイトボードをもらって、で、家に運んで、組み立てて、で、もう投稿するっていう、もう初日に投稿したんですよ。で、それがスタートです。まあ、きっかけとしてはそんなところから始まりました。まあ、いろんな思いとしては、不登校の、もともと自分がいじめにあってたこともあったので、不登校の子たちの支援をしたいとか、この YouTube に動画投稿して、ちゃんとシリーズで撮れば不登校の子も勉強してできるじゃんとか、いろんな思いはあったんですけど、まあ、そんなとこから動画投稿が始まりました。この軌道に乗るまでの話はですね、自分が始めたのが2012年です。で、例えば去年とか一昨年、2016年、17年、18年、このあたりで始めた方たちとはおそらく違います。で、今、動画投稿を始めたとしてもおそらく違います。環境がだいぶ違うので、なので、まあ、ちょっと古い話になるってことを前提に聞いていただきたいんですけど、まず、その YouTube っていうものの盛り上がりが全くない時代です。YouTuber なんてことはもうありませんでした。
で、もちろん YouTube っていう認知もされてなかったですし、そこで教育をするなんていうことももちろん理解をしていただけない時代だったので、まあ今もね、そんな理解をいっぱいしてもらってるわけではないんですけど、なので、その軌道に乗るまで、もう軌道に乗ったのはいつだって思うぐらいに、本当に泣かず飛ばずの日々が続きました。2012年に始めて、2012年の稼働期間が7ヶ月です。7ヶ月間で、しかも毎日2本とか3本頑張って投稿してたんですけど、それでやってても、登録者が伸びたのが145人、165人が、まあ、150人前後しか伸びてません。そんな感じです。本当に全然見てもらえない日々が続きました。でも自分の中では必ずこういった教育が必要になる自信はあったので、で、今諦めたら、しかも1年目一番叩かれたので、今諦めたら、その叩いてきた人たちが、ほらあいつやめたよって思われるの尺だと思って、必ず軌道に乗るまで、自分が信じた形になるまでは絶対続けようと思ってやってたんですね。で、まあ、どこで軌道に乗ったかとか、ちょっとずつステップアップしたなって感じたのは、やっぱりテスト時期です。特に自分は教科書の内容をやっているので、定期テスト、中間テスト、期末テストというテスト時期に、ちょっとずつ登録者が伸びたんですよ。視聴も伸びていったんです。で、逆に長期休みとか、特に春休みとか、受験終わった後とかは、すごい落ちちゃうんですけど、今でも。でも、そういった形で少しずつ子供たちの口コミで広がっていった感じでした。おそらく、今動画投稿、授業の動画投稿をした場合、ぶち当たる壁っていうのは、自分の時とは大きく変わります。おそらく一番違うのは、その前任者がいるというか、自分も含めて他にも教育 YouTuber いるので、いるんですよね。いるからこそ、そこと、その、なんだ、同じことをやっても意味がないのかなっていう感じもする方多いと思うんですが、自分が始めた頃に比べれば、YouTube で勉強するっていう、まあ文化まではいけないんですけど、子供たちには大きく浸透してる自信はあります。なので、先生方がその誰かの真似をするのではなくて、自分の授業、自分がこだわって作った授業っていうのを、ほんと1本とかでいきなり人気になることはないです。正直言ったら多分100本ぐらい続けてやっと芽が出るか出ないかっていう世界です。そのぐらいにコンテンツを揃えないと子供たちにはがついてこないです、基本的には。ですけど、信じてやってって、その先生が自分の心を込めて授業したものは必ず伝わる子供はいます。授業も先生も万能ではないので、自分もそうです。100人の生徒に見せたら嫌いな子いますから、自分のこといるので。でもその先生のことを、もちろん先生が投稿して、いやこの人の授業分かりにくいよとか意味わかんねえという方いると思うんですけど、でも逆に、いやこの先生分かりやすいって、この先生の授業で勉強したいって思う子も出てくるはずなんです。そこに心がこもってれば、熱があればと思ってるので、もしこれから始めてみようと思う方がいらっしゃれば、最初泣かず飛ばずは続きます。本当になんでやってんだろうと思う時もあるとは思うんですけど、ぜひその粘り強くではないんですが、続けてもらえたらと思います。もちろんでございます。ありがたいことに今年もね、12月に1個中学校で講演会が決まってるんですけども、昨日ね、名刺を渡しできなかったので、こちらのアドレスに送っていただければ、仕事のことはね、やり取りさせてもらいますので、ぜひ気になることがあれば送ってもらえたらと思います。